カムイワッカ湯の滝登りに必要な装備について解説します。湯の滝登りは初歩的な沢登りのアクティビティです。下半身または全身が濡れることを想定した準備が必要です。荷物はビニール袋などで防水処理をしましょう。カメラやスマホは特に注意してください。また、手袋、タオル、飲み水などを用意しましょう。靴選びはカムイワッカ湯の滝登りで最も重要です。 沢登りや釣り用のウォーターシューズが最適です。滑り止めはラバータイプとフェルトタイプ、どちらでも問題ありません。岩場を上り下りするため、ストラップのないサンダルは適しません。ビーチサンダルなどでは利用をお断りする場合があります。足を保護できるソックスを着用しましょう。ネオプレーン製のソックスは保温性もありおすすめです。 カムイワッカ湯の滝登りでは、ヘルメットの着用が義務付けられており、貸し出しを行っています。ヘルメットはサイズの調節が重要です。まず、後頭部のアジャスターを手前に引き出し、調整ダイヤルを緩めます。顎ごひものバックルも緩めておきましょう。ヘルメットを深くかぶり、調整ダイヤルを締めます。顎ごひものバックルを装着し、ストラップを締めます。頭部を動かしても、ヘルメットがずれたり、ぐらぐら動かなければ OK おでこが露出しないよう深く水平に着用します持ち物は小型のリュックなどに収納し両手を自由に使えるようにしてください不要な荷物は滝の入り口に預けることができます服装は動きやすく乾きやすいアウトドアウェアが適しています転倒や擦り傷に備えて肌を露出しない服装にしましょう下半身はタイツなどを組み合わせるのがおすすめです